はい、どうもあれです。今日はね、左画面でオンラインでやっていきたいと思います。まずは一つ最初に言いたいことがあるんですけど、前回の動画で11月はちゃんと動画を投稿して、いつも動画投稿する投稿するとか言って嘘をついてしまっているけど、今回はガチですと、待って、相手に2発組まれた、まずい、ガチですと言ったんですけど、まだ11月、これが2本か3本目、いや、この前にヨットが入るかな。今編集中なんだけど、3日間編集放置してる状態なんだけど、まあちょっとね、いろいろありまして、でも本当にやります。でもツイッチで配信しようかなって考えてる。ネタがないからツイッチで配信して良かったところを切り抜くみたいな、そういうことしたいなって。まあ本当に動画も作るけどね、ちょっとそういうこともしていけば、行動に移していけば、はい、打ちますなるかなって。はい、ラッキー、ナイス、ラッキー。相手は組めるかな。組めたね。はい、ナイス、ラッキー。相手も来てる。まあ、このラッキーはね、私が今言ったことは本当ですという証明です。はい、やってくんだけど、ちょっと今日喋りたいことがあるからさ、まあ別にいつも喋ってんだけど、いろいろ適当なこと。はい、ストレート。相手は組めないんじゃない。はい、俺のラッキーガチ。ちょっと今から話す話ね。話す話なんかおかしい。話す話。まあいいや。2年くらい前かな。俺が動画普通にシックスボール、その時も2年くらい前から上げてるってやばいな、冷静に考えて。まあいいや、そんなことは。その時に話したんだけど、ちょっととあることを話したんだけど、それが金縛りによく合うって話なんだよ。学生の頃、マジで金縛りによくあって、これがね、すごいの。最近でもないか。ちょっと前まで弟も、隣の部屋で寝てるんだけど、金縛りにあって、俺が金縛りにあったっていうのが、夜、マジで動けなくなるのよ。なったことある人ならわかるけど。それで、誰かが布団をかけ直しに来るみたいな。優しい幽霊みたいな。かけ直しに来るみたいな感じで、かけて、俺の場合上に乗っかられるんだよね、誰かに。見えはしないんだけど、そういう感覚があって。で、弟も誰か布団かけに来たよ、中みたいに聞いてきて、誰もかけに行かねえだろって思ったけど、うわー、金縛り、同じ金縛りになってんなって思って。それからかな、1年くらい前の話なんだよね。もう最近といっても、弟のも。それでもう全くシックスボールの話してないけど、いや、それで、なんだろう。相手、それラッキーハマるの、マジ。いや、耐えるな。本当に、タイムリー。最近ね、また金縛りに会いまして、ちょっとやばいの。今回、本当に。俺、幽霊とか本当に信じないんだけど、待って、これダブル組みたい。あれ、ネクストで組めますよ。はい。全消し来い、全消し来い。ナイス、ラッキー。これは何、無理か？お！ナイス、全消し。俺の話を遮るかのような全消し。ちょっと待って、しょぼい試合続きすぎて同じこと喋りまくってるんだけど。まあいいや。お願いします。この試合は良い試合でありますように。そう。その、金縛りっていうのが最近マジでタイムリーでやばくて、俺、霊とか本当に信じないからね。見たこともないし。なんだけどなんで、別に信じなくてもいいよ。なんか、うとうとしてて、布団で寝つけるか寝つけないかなくらいで。で、夢みたいの見てたのかな。これトリプルいけたらすごかったのに、ダブルか。あ、でもこれ実質トリプルじゃない？連鎖で。はい、連鎖見えてました。そう。その夢か、うとうとしてて、布団が足元から引っ張られてくんだよ。足元ってさ、怖くない？布団から出してると。その心理なのかもわからないけど、引っ張られてくんだよ。その布団が引っ張られてって、って思ってて、そっから10分、20分経ったくらいかな。一気にガッて下に布団が引っ張られて、本当に、引っ張られて、ナイスダブル。そこで、俺が布団を引っ張り返そうとするわけ。
剥が、なんか寒いからさ。そしたら、両手でさ、足元から布団をバッて引っ張ってるんだけど、俺が。その両手を上から、ガッて押さえつけられて、本当に、押さえつけられて、俺目開けたの。金縛りやったことある人ならわかるけど、目は開けられるじゃん。目開けたら、髪の長い女の人みたいな、典型的な幽霊みたいな典型的な、もうその時点で嘘だろみたいに思うかもしれないけど、その典型的なやつがいて、俺それなりに平均的な力はあるんだけどさ、そんな貧弱じゃないから、そんなパワフルでもないんだけど、もう押さえつけられて動けなくて、って思って、でそっから記憶吹っ飛んで、夢って言えば夢なのか、そうなると、あ、これネクストだったらヘクサゴンなったけど、まあいいや、そんなことはいいんだよ今。ナイスラッキー、よくないよくないっていうのはそんなことどうでもよくない、くないってことね。はい、ナイス、全消しではないけど神。まあそれで押さえつけられて、うえってなって、おそらくだよ、本当かどうかわからないっていうのが実際の俺の感じたことなんだけど、まあ夢だろうなとは思うよ、思うんだけど、あそこまでくっきりと体験したのはマジで初めてだったから、その後ずっと起きてたんだよね、朝まで。もう出るんなら出てほしいって思って。怖いっていうのはあるけどさ、なんか泣いてラッキー来てるということは話が進められるねしょぼい試合は同じ話してカットしてるからね、これそれが一番のホラーだわそう、それでどこまで話したか忘れちゃうよ。ダブル組みたいな、ネクストダブル組めないな、あ、ネクストダブル組めるよね、はい、ダブル。だからこれが本当か嘘かっていうのはね、俺も本当に信じられないんだよね。夢だって断言できなくて、でその後布団はどうだったかっていうと、それもちょっとそのことで焦りすぎて何も覚えてないんだよね。作り話じゃないからね、本当に。多分でも夢なんだよな、ほぼ確で 99.9% 夢なんだよなはい、組んで、相手あれば黄色を消して、うん、耐えないよね、はい、 OK。 でも金縛りなら結構会ったことある人いるんじゃないかな、マジで。学生に多いと思うんだよね、友達でも学生の頃っていうのがほとんどだから。俺幽霊は見たことないんだけどね、あるっていう人多いよね、小さい頃見たことあるとか。俺マジでないからな、一回は見てみたいよね、人生で。いるんだとしたらいるんだとしたら、信じてねえけど。はい、置きミスが なかったことにされた、はい、ナイスラッキー。その置きミスのおかげでラッキーが起きた。いやでもね、今回マジでちょっと怖かったのが、そのさっき話したけど予兆があったことだよね。なんか若干引っ張られてるなって感じの夢みたいのを見て、そっからとんでもねえゴリラみたい、なにそれ、ゴリラみたいなパワーでさ、ガッて、本当にやばかったから、これ組めるけど、ダブルとか組めない、組めないね、やばい、これ消えるか、消えないね、死んだな、終わった、さようなら。いやー、今日はね、全消しをしたけど、全くそれどころじゃない話をしてたのででもどうせサムネと、ナイスダブル、サムネとタイトルはなんか全消しみたいになってるんだろうな。何ですかそのラッキーは。これなんか間に合わないか、俺無理だね。緑がって思ったけど、相手はあれ無理ではないな。これは赤のピラミッド、相手うまい。
その判断。いやでもなんかもう一回くらいありそうだよな。でもなちょっと楽しいよねこういう話って。ちょっとね、待って、これ死んだ。はい、間に合う。あと2、3戦、1、2戦かな。何分になるか分かんないけど、この動画。はい、はい。黄色、黄色。はい、マルチ、OK。でも俺、全く本コアとかすら見れないんだけどね。怖いというか、まあ、怖いのも無理なんだけど、びっくりさせられる系がマジで無理だから、相手エキサゴンも間に合う。本当に本コアすら見れない。見れない。はい。あれでも実際 BGM と、あのカメラのなんか、編集とかなかったら、怖くないよね。ていうか、あれ絶対本当にあったとか言うけど、絶対本当にない話だよね。本当にあった作り話みたいな感じだよな。そんなこと言ったら俺の今日の話も作り話になっちゃうか。作り話ではないけど。はい。はい、OK。あと1戦かな?さあ、これがいい試合だったらラストにしましょうかね。はい。はい。ちょっとテンション高く喋ったら疲れた。本当にこの動画撮るまで無だったからな。なんだったら普通に動画撮る前飲み物飲もうって思ってお茶を飲みにリビングに、俺の部屋が2階なんだけどリビングに降りてこうとしたら階段もう1段あると思って踏み外すっていうか、普通に親指ぶつけたからな、床に。直撃させて。久しぶりに痛かったわ、あんな。なんだって？この試合がラストになる。うわー、間に合わなかったか、ストレート。黄色、黄色。ワンチャンこれ緑もって思ったんだけど、もう来ないから。あー、最悪。やばいやばいやばい。ナイス、危ない。相手はめっちゃ消えてるけどラッキー起きてない。あかまれ、くっそはまんないか。やばい、喉が痛くなってきた。もうレベルが低い俺の喉。あ、なんで指のレベルも低い。最近寒くなってきたからかじかむんだよね。なんか寒いとは、寒いの嫌いじゃないんだけど乾燥が嫌いなんだよな。それにゲームしてる時のかじかみね。シックスボールはそこまで影響ないんだけど。なんでどんだけずれるの?まあいいや。はい。はい。でも実際に幽霊に殺されたとかあるのかな?まあ、そもそも幽霊っていうものが、あれだけど。これダブル組みたいです。組めました。なんか最後も全消しで終わるとかない?なさそうだ。なさそうだけど、あるそうだった。相手もラッキー起きてる。綺麗にいけ。くっそ。ああ、ドミノ。順番に崩れてく。そんなことなかった。これで青ここにやって、崩れたので関係なくなって。これさ。くっそ、緑と、青が消えて、それ赤ピラミッドになるんじゃない?はい、読んでました。未来が見える。ただの火力振ったやつは運なのに。未来もクソもね。はい。幽霊だってさ、いるとしてもなんか殺されるとかだったら怖いけどな。呪われても結局殺されはしないからな。これは。ワンチャンダブルを狙えるんじゃないでしょうか。ナイスダブル。このダブルで幕を閉じる。なんでラッキー振るの。
耐えないんじゃないか、消えなくて。おいー、ということで、今日はちょっと、今日はというか、今月はもう少し頑張ります。めちゃめちゃたまにしかしない宣伝するわ。チャンネル登録よろしく。